もかもです。ちょっとですね、Amazon から荷物届いたので開けていこうと思います。なんか最近やっぱいっぱい買ってるな。はい、まあちょっとね、必要なものなので、まあしょうがないかな。で、先日Amazon プライムデーっていうのを13、14でやっていて、ちょっとその時に買ったものになります。どっちから開けようかな。先に箱いきますか。1つ目がね、ハードディスクじゃないや、SSD、ポータブル SSD を買いました。で、最近 Vlog をやたら撮ってるので、ちょっとデータ量がね、増えたので、ちょっとその容量を増やしたいなっていうところで、一旦 SSD にしたんですけれども、ちょっとハードディスクだと遅くて、データ量が大きくなっている分遅くてですね、ちょっと高速な SSD でちょっと試してみようかなということで、今回は 1TB 分購入してみました。このシールが入ってるんですね。すげえ、こんな感じで入ってんだ。ちっちゃ。1テラだとちっちゃいんだね。こんなサイズです。手のひらに対してこれぐらいのサイズ。しかも薄い。今まで使ってたハードディスクがですね、2テラかな。2テラで、まあ、このサイズなので、サイズ的にはそんなに変わらないけど、若干厚さが薄くなったかなっていう感じですね。はい、まあどちらもバッファローのものになりますけれども、使っていこうと思います。で、もう一個がね、大きめになるんですが、ですね、こちらは、あれ全然わかんない。もう一個はですね、バランスマット。を買いました。で、これですね、体幹を鍛えたりとかするっていう、まあ、鍛えるまでいくのかわかんないですけど、結構リハビリとかで使うことがあるもので、まあ、柔らかいので、この上に立ってですね、まあ、ずっとバランスを取ると。で、最近本当にやっぱり運動量が減ってるっていう実感があって、なんか普段歩いてるだけでなんかたまに転びそうになったりとかするので、まあちょっとそういったところまずいなということで、はい、少しですね、体の体幹とかを鍛える意味で、買ってみました。で、普段ですね、ダーツをやってるんですけども、ちょっとそれとかも体幹とかそういったもので体をうまく使ってね、部屋に力をしっかり伝えなきゃいけないっていうところがあるので、ちょっとトレーニングじゃないですけど使ってやってみようと思います。